刊花田編集長の花田和之。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という番組です。今夜のゲストは三浦小太郎さん、評論家の三浦小太郎さんです。三浦さんは何度か出ていただきましたけれど、今日はウイグルのこと、ウイグル文書がですね、公開されて、これがなんで日本のメディアがあんまり取り上げないのかちょっと不思議なんですけど、このことを中心にウイグルの問題をお聞きしたいと、その前に重信房子さんが、釈放されて、出てきました。重信房子さん、懐かしい名前ですね、我々には。ああ、そうですか。かわいい子だったんですけどね。花田さんもインタビューされたことあるんですよね。インタビューしたことはないです。お父さんにはしたことある。お父さんに、はい、ちょっと右翼活動をなさってた。バリバリ右翼、ちょっとじゃなくてバリバリ右翼。そうですよね。いい娘だったらしいですけどね。あ、そうだと思います、ね。重信さんに関して、一応刑期を務めたので、重信氏というふうに私言いますけれども、重信氏、私からするとですね、彼女に対して、いろんなことが言われてますけれども、実際に、彼女の、一応同志だった人がいるんですよ。でそれが書いたのがこの本で、これ和光という方でね、この方はまだ獄中かな、活動家ですね、要するに日本赤軍のメンバーだった人ですよね、この人が日本赤軍とは何だったのかっていう本を、とは何だったのかという本を、在留者というところから出していて、これはかなり前に出た本なんですけど、在留者は、そういう赤軍とか、活動家の本出してますね、たくさん。で正直言ってですね、この本の中で、すごくこの重信氏のことをですね、批判している本なんです。ああ、そうなんですか。でこの本があまり話題になってないような感じがするんですけど、今日はこれがテーマでないんでさらっとだけ言いますけど、ここで彼がすごく強く言ってるのは、赤軍メンバーの中で彼がおそらく唯一だと思うんだけど、北朝鮮からの影響について、北朝鮮との関わりについて、彼がそこで主体的に彼が北に行ってるわけではないから、明らかに重信氏が北朝鮮の影響を受けていた、場合によっては支援されていた可能性について、唯一証言しているのがこの人なんです、ね。ああ、そうなんですか。タミヤ高丸とかね、彼らのことはあまりよく知られてますけど、重信と北とのつながりって私もあんまり聞いたことなかったです。最後にはこの本だと、日本で何らかの、組織を作ろうというのがベイルートを追い出されたんで、レバノン戦争でベイルートにいられなくなったから、その後日本で何らかの組織を作ろうということを考えていたので、それははっきり言ってしまえばこれからだって利用される可能性十分、日本の中の非常に情緒的なといっては申し訳ないけど、今重信さんに対して情緒的な反応しているような人たちというのは一歩余ればその予備軍になりかねないんですよ。そういったことに関してはもう少しきちんとした論議がね、重信けしからんテロリストだみたいな、それだけじゃなくて、もうちょっとそういう実際の資料に基づ、証言に基づいた議論がされてもいいかなとは思いますよね。長くしゃべってしまいましたが、本題に戻りましょう。ウイグルの話ですけど、そのウイグル文書というのがですね、流出しまして、ハッキングしてというふうに言われてますけれど、これ大変な資料だと思いますが、まずこの真贋はどうなんですよ。これは完璧本物です。本物、これ断言できる。今から証拠言いますけど、それはどういうところで。もうすごくシンプルな証拠言いますけど、私が知っている日本に住んでるウイグル人がこれ見たんですよ、そしたら自分の知り合いの写真が何枚もあると。ああ、そうなんですか。あと名簿がもうすぐ何万というね、その中に全部彼女見切れてないんだけど、もう何にも知ってる名前出てくる。ああ、そうなんですか。もうもうまずこれ偽物として作るっていうのはまず不可能ですし、今のところ私はその一人にしか聞いてませんけれども、その人の知り合いと親戚が写ってるんですよ。でしかも名前も入ってるんですよ。ということは僕は絶対これは真実だと確信してるし、その人は実際、ご家族も今は出てきてる人も、その人は兄弟が捕まってる。ああ、そうなんです。で、あと親戚とか友達がやっぱり捕まって、中で死んだ人もいるんです。
うんうん、でそういった自分の知ってる人の写真と名前がこの中に出てきてる、ね、でこれはあのこう偶然にそういったものが出てくるって、うんうん、出てありえない、うん、これはあれですか、なぜその日本のではですね、あんまりこう大きく報道されて、まあ、毎日新聞と、まあ、NHK はちょっとやってましたけど、ね、あんまり大きく報じられないのはなぜですか。当時の公安当局と称する方からですね、はい、公安当局の方からの言葉としてですね、ウイグル特に南部の方では、うん、あの約200万人の危険な宗教思想に200万人の危険な宗教思想に影響されている人がいる、うん、これは僕は正直言ってですね、200万人が逮捕対象だってことですよ、うん、ということ200万人が、うん、ということはこれまでの言ってきた、うん、あの100万単位の人が収容所に入れられてるっていうのは、これ逆に当局者の言葉で裏付けられるんで、うん、ね、僕はあのやっぱり僕はあれが一番ショッキングだったですよね、うん、でそれとですね、あの、はい、こちらの方でですね、次かな、そのいろんなこう肖像写真がバーッとこう出てくるのがあるんですけど、これですね、もちろんね、まあ、この中にちょっと知り合いがいたっていう話をしたんですが、まあ、2800枚だったかな、この囚人たちの写真、2800人出てる、2800人の囚人たちの写真、あのでこれはあの僕はやっぱり見て最初に思ったのが、はい、全員髪を短く切ってるでしょ、女性もね、うんうん、で僕が見た範囲で言いますけどね、ほとんどの女性があのスカーフ取られてる、スカーフをつけてない、はい、うん、まあ、原理主義的なあのイスラム教徒ではないから、あのブルカとかそれはウイグルじゃまずいないけど、ああなるほど、髪の毛を切られてるのと、うん、スカーフと、まあ、もちろんスカーフ自体はこういう捕まえた後はね、うん、自殺防止で取るんですけどね、あのでこの写真をずっと僕見てて思ったのがですね、はい、私が以前雑誌で見た、はい、あのいわゆるユダヤ人たちが収容所に入れられた時に、やっぱり一面のこうした写真があるでしょ、うんうん、もうあの時と印象すごく近いですね、まあ、髪短くしますよね、うん、あのあとやっぱり目がですね、要するにこれから自分たちが殺されるかもしれないという人間の前で写真を撮ってるわけですよね、うん、撮られてるわけですよね、うん、そういう人間にね、うん、やっぱりその時のね、ある種の衝撃みたいなものっていうのは、うん、やっぱりこの写真からすごく僕はあの感じましたよね、うんうん、この情報が出たことも、うん、国連に多少は影響を与えてるはずだと思うんですよね、うん、あ、そうでしょうね、それは、うん、あのいくらなんでも、うん、こうあの査察団ではないと言ってるから、まあ、どう言えばいいか分からないけど、うん、あの国連の人たちはですね、うん、あのいわゆるウイグルにいたの2日間ですよ、うん、でかつ自由には行けなかったって、ね、自分たちで行ってるわけだから、ね、こう、まあ、だったら行くなよと思うけれども、うん、あのでも少なくとも、うん、あのそれもやっぱり中国からしたら、うん、やっぱりそれはその間だけでもね、うん、やっぱり演技せざるを得ないわけだし、またこれが出たことでやっぱりさらなるね形で圧力かけられるわけなんです、うん、で、あのこれはあの誤解を招きかねないので、あの慎重に言いますけど、はい、ウイグルの人たちはやっぱりね、あのウクライナの人たちに対して、うん、ちょっとこれはねあえて言いますけどね、うん、ちょっと羨ましいと思ってるところあるんですよ、うん、あの全世界がロシアに制裁しろと言ってくれてると、うん、あとウクライナ人は難民になれるんですよ、そうそう、それはある学者の方がね、うん、テレビで言ってましたよ、そうですか、私たちは今までそういうその難民を助ける運動をずっとしてきたんだけど、ウクライナ人は認めてね、うん、なぜその他の我々が今までやってきた人たちはなかなか認めないのかということをまあ嘆いてましたけど、うん、まあそれはそうですよね、うん、それは本当そうだと思う、うん、あのこうまあ、私は別にね、はい、あのウクライナの人たちを助けるのがいけないと思っているわけじゃないんですけどね、助けた方がいいよ、ウイグルの人たちからするとですね、うん、あのやっぱ自分たち今ジェノサイドやられてるわけですよ、ロヒンギャはどうしたとこういう話になるわけですよ ね、うん、でそれでこう、まあ、もっと言ってしまうとですね、日本政府がジェノサイド認定というのを非常に避ける傾向、ジェノサイドという言葉を使うのを避けると、うんうんうん、これは私ちょっとね邪推かもしれないんですけどね、うん、2つ理由があると思ってるんですよ、一つはね、あのジェノサイドという概念に対して、はい、あれはあの時効がない犯罪なんですよね、うん、まあ、その時効がない犯罪というのがいいかどうかはまたいろんな議論が必要ですけれども、中国共産党はナチスと同じように永久にあの償えない罪を背負うという意味なわけなんですね、ジェノサイドって、あの
本当はそれぐらい重いものですよ、うん、だから私はそれに対してちょっと外務省多分ためらってるんだろうなというのがまず1個と、うん、もう1個はですね、はい、まあ、ここから言うことには反論がもしあの外務省の方や自民党の方があれば、うん、僕はもうあの間違いだったら僕は謝りますから、はい、正直に今日は言いますけどね、うん、日本がジェノサイドって言葉を使うと、うん、中国政府絶対軟禁を言ってくると、うん、なるほど。言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。日本国が今本当に100年に一度もしくは200年に一度の重大な危機に見舞われていて、そして唯一の同盟国であるアメリカがもう確実に変わりつつある。そうです。中国が確実に覇権主義に走っている。そうです。その中で日本国が一体どうやって生き残るのかという、そうです、もう最も深刻な問題を突きつけられています。そうです。その時に問われるのは私たちがこの国をどのような国にするのか、はい、自力で国民を守り国土を守ることができる国にするのかどうか、そのためには何をしたらいいのか、一番明らかなのは憲法改正です。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンデマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々990円、または1年で1万1000円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。編集長の花田和義です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田調書なるものをね、そのしかもその調書を公開しろっていうことをね、他の調書も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その調書をじゃあ朝日が入手してね公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田調書公開したらいいじゃないの、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。